おいっす、こんにちは、メイリーです。ということで今回は火の見るね、極性進化火見る使ってみました。リーダースキル4コンボ以上で攻撃力と回復力が上昇、最大4倍、回復の5個十字消しでダメージを半減して攻撃力4倍、これも16倍なので256倍かなって思います。で、激減、回復の十字が必要なんですけど、激減まあ見るなので激減貼れますよということで、私回復の十字が何しろ苦手、回復の十字問わず、まあ、十字消しが苦手なので、まず下手くそパズルをかましはするんですけど、とりあえず裏闘技場なんとかね行けたので、まあちょっとパーティー参考にしてみたらいかがでしょうかということでね、特にね参考にしてほしい点が1点、このパーティーのポイントはバレリアがマジで優秀だった。今回は HP が素で入れると3万ちょっとかな、3万5000いかないぐらいかなって思うんですよ。 HP バッチにしなくてそれぐらいかな。で、バレリアがチーム HP アップを4つ確か持ってるので、それプラスバッチを回復にすることによって、HP が5万と、このパーティーで5万乗りました。まあ、さらにね属性とかは問わないので、まあイデアルとか入れてももうお家の方はね HP 高いキャラアマツとか入れてもいいのかなと思いますが、今回は火染めで行ってみました。ダンタリオンを闇にしてるのはこっちの方が HP が高いからです。で、バレリアがね、まあ覚醒オンリーになる、火力は出してくれないんですけども、覚醒オンリーの役割なんですけども、今回はキーポイントのキャラになったかなといった感じになっております。特にあとは5万あって回復力が抜群にあるので、潜在玉ドラキラーのあそこで耐久が可能です。まあ、なのであそこは一発突破せずにチビチビ殴ってね遅延された分を取り戻すつもりで、ダンタリオンのアシスト封じがねどうしても遅延を受けちゃうんで、そこを貯めるつもりで今回は立ち回ってみました。まあ、あとは耐久可能なのはベルドールとか、橋姫も縁話で、まあ、盤面によりますけど突破できます。で、超覚醒は、フレンド自分ともに火のミルは、コンボ強化にしておりますんで、その辺も参考にしてみてください。2レイかコンボ強化にするのをおすすめしております。そんなところですかね。まあ、どこで耐久してるのかなっていうのを見てもらうと、攻撃力があんまり高くないところとか耐久できますんで、ちょっと見とってください。ヘラの階層もね結構、まあ、今回は、ちょっと、まあ、ネタバレになるんで言わないんですけども、耐久できるヘラが出たので勝てたかなと。ちょっとヘラの引きが悪かったらワンチャン難しかった。で、ゴエモンがね出たら出たで結構どうしようってなるんですよ。追加攻撃を組みながら十字消しを組もうとすると回復ドロップが10個必要になるのでめちゃくちゃ難しいんですよ。ただゴエモンは正直十字消し組まなくても削れます。なのでまあ根性を剥がすのに2ウェイとかでちょびっとコンボして削ってあげるのがいいのかな。銭投げとかが何歩食らうかにもよりますけど、もし耐えれそうなんだったらそれでいいかなって思います。はい、ということで、結構ね調子もだんだん良くなってきたので、明日あたりには普通に喋りながら全部フルで出せるのかなといった感じになっておりますが、今日のところはちょっとまだ、体を休めさせてもらいます。はい、ということで、あとは最後までねぜひぜひ見とってください。ということでバイバイ。
だね。6、7、8、は？お？はぁ？ちょっと待てよお前。あー、やっちゃったよ。やっちゃったよ。あー、あー、あー、終わった。終わったわ、これは。いや、闘技場1じゃねえんだから。無理だべ、これは。あららららら。はい、諦めモードでーす。はーい。
Thank you.